どうしてご本尊を。ここにあったのか。さようでございます。しかし猛虎が奪い、浜の方へ持ち去ったのです。私がご本尊を取り戻すと約束しましょう。あの炎上でも守れぬ約束だな。今のは何の話だ。戦で死んだ兄のことです。守り手を失ったことでどの層も及び腰になってしまっています。腰抜けどもめ。沈まれ。かつて兄のおかげでこの寺は賊から守られたこともあったというのに。こたびは我らで守ろう。ご本尊を見つけ寺に戻しましょう。浜に持ち去られたと聞いた。後を追うぞ。怒っておるな。何を根拠に。話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で3人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が賊を切り寺を守れたのです。西海様、あれを。うわ、寒い。何があった。一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った。森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。野営です。本尊があるはず。まずは奴らを罰してやらねば。
昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。神が阿弥陀如来の教えに帰依した兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。櫛寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と櫛寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。酒井様、今日は眠れそうにありません。酒井様、ノリオ、そうを説き伏せたのか。納得したものの、恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大藩に立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。そうか、逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。
猛虎が来る。川から離れろ。ノリオ、どうした？なぜ寺を離れた？寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。
酒井様、これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。病人が助けを求めているが、クスシは来られそうにない。そんな。兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。Thank you.